皆さんこんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は2021年4月23日の新入荷情報についてお伝えいたします。毎週その週に入荷いたしました水草レイアウト素材、そして水草用品の中からいくつかピックアップしてご紹介をしております。でまず今週なんですが、冒頭にゴールデンウィーク中の営業スケジュールについてお伝えいたします。先週もちょっとお伝えしたんですけども、そちらの動画を見ていないという方もいらっしゃるかと思いますので、再度お知らせいたします。4月29日から5月2日までは連続営業となります。この週なんですけども、通常定休日の金曜日につきましては臨時営業といたします。そして5月の3日、4日、5日に関しましてはリザーブでご予約いただいた方のみご対応ということで、通常営業はいたしませんので、あらかじめご了承ください。こちらの事前予約式のリザーブサービスにつきましては下の概要欄にリンク先貼っておきますので、そちらの方からサービスの内容を見ていただければと思います。水槽を立ち上げる際の機材のご相談であったり、あるいはレイアウトデザイン、水槽の中身の流木とか石とか、そういったもののレイアウトデザインをしてほしいという方のためのサービスとなっております。少しずつ予約が入ってきておりますので、もしご要望がございましたらお早めにメールにてお問い合わせください。で次に本題に入っていきます。今週入荷したのがまた再度黒枝流木入荷がありまして、今回はちょっと欠品になってたんですけども M サイズを再入荷いたしました。60センチ以下の水槽サイズにぴったりとなっております。45センチとかでも迫力あるレイアウトをご希望でしたら M サイズいいですし、60センチ水槽でも組み合わせによっては使えます。で先日もこちらの黒枝流木の M と L を1個ずつ使った60センチ水槽の立ち上げメイキング動画を作っておりますので、もしご興味ございましたらそちらの方も下の概要欄のリンク先の動画見ていただければと思います。今回はこの黒枝流木を買っていただいたお客様からちょっとご質問があったので、それに関する回答を出させていただきます。ご購入いただいた後にちょっとサイズが合わなかったとか、あるいはちょっと枝が多すぎてちょっと無駄なデザイン上ちょっといらない枝があるんですが、これどうしたらいいですかとか、あるいは通販でご購入いただいたお客様からちょっと思ってたよりも大きいサイズだったので、自分の水槽の場合バランス的に大きすぎるんですけどもどうしたらいいですかみたいなね、ちょっと大きさに関するご相談非常に多くいただいております。そのため今回はこちらの黒枝流木の大きさに関する問題を解決する内容をお伝えしていきます。まずはこちらの流木を見てください。皆様ならどのようにこの流木を配置されますでしょうか。例えば今この向きで置くとこんな感じです。で向きを変えるとこんな感じです。こんな感じです。このような感じでくるくる回していってもなかなか配置がしっくり来ないと思います。これ実は流木がこういう感じでもうあまりにもこう枝ぶりが多すぎるっていう状態です。こういった個体もまあ稀なケースなんですけど、たまにやっぱ自然のものなので入ってくることがあります。ただこの流木に関しては一手間加えることによってめちゃくちゃいい形になるので、その点を順番にお話をしていきます。このままの状態で使うとなると、このような状態でこう向き使って流木の足元、まあ、森みたいなね森林の中の景色を作るときとかはこういった流木非常に便利なんですけども、ただこう使う場合でもめちゃくちゃ場所取るんですよね、この奥行き感を。なのでここの後ろの見えない流木のところは、まあ、正直いらないかなという感じです。でさらにこうやって使う場合、やっぱりこのね浮いちゃうんですよね、ここの足元が。なのでこれについては今から成形していきたいと思います。この枝を切断していきます。でこの黒枝流木についてはものすごくこの、加工がしやすいです。例えばこういった細い枝の部分であればもう手で簡単にボキッとね折っていただければ OK です。簡単に折れます。女性の方でも多分細い枝であれば十分折れます。ところがこういったちょっと太い枝のところはなかなか手で折るのが大変なので、これぐらいのね太い枝のところは折れないので、こちらはノコギリを使いたいと思います。ノコギリといっても皆さんね本格的なものをお持ちでないと思いますので、糸のことかでも十分切断できます。こちらの黒枝流木非常にこう加工がしやすいので、枝自体がね柔らかいのでもう簡単に加工ができます。なので例えばパッと見た状態、あこれ使いにくいなと思われても
もうこの切断を前提で考えると、やっぱりこういったね枝がめちゃくちゃ多いこの個体というのは逆に使い勝手というかかっこいい流木に成形できますので、もうある意味使い方次第ですね。で今回の流木でじゃあどこを切断するのかなってなった時に、これは、まあ、例えば60センチ水槽なんですけども、こちらここ配置していただいた時に、このどのこの上半分の枝を使っていくかっていうところなんですが、まあどの向きでしてもかっこいいんですけど、別に、まあ、ここから下をなしとすると、まあ、この方向でもいいですし、まあ、この方向でもいいんですけど、まあ、強いて言うなら、まあ、私個人的にはこの向きで使えれば結構かっこいいんじゃないかなと思います。でそうなってくると、ここのこの下に生えてるこの2本、こことここが、こことここがいらないかなっていうので、ここをちょっとね枝を切断していきたいと思います。で今回使うノコギリなんですけども、こんな感じのちょっとね若干まあ糸のことかよりは値段するんですけども、これでも非常にねリーズナブルな値段で買えるノコギリなんで、とても物もいいですし、こう切るときにねやりやすいんで、もし流木使われる機会が多かったら、こういったタイプのノコギリ1本お持ちでもいいかなと思います。まあ、ご興味ございましたら下の概要欄にこちらの商品のリンク載せておきますので、詳細ご確認ください。でそこまで頻度ないやっていう方は別に糸の子でもいいかと思います。糸の子でも十分こちらの黒枝流木でした加工できますので、お好みに応じてこういった道具も揃えていただくといいと思います。ではまずここのちょっと太い枝を落とします。な感じですね。結構簡単に落とせました。では次にここの枝を落としたいと思います。これ多分ね簡単に手でも折れそうなんですけども、ちょっとここの細いここの部分は残したいなと思うので、ここだけ切ってみたいと思います。はい、このような感じに落とせました。では先ほどの60センチ水槽に再度配置してみたいと思います。はい、いかがでしょうか。このような感じで、真ん中に配置してみたんですけども、結構ねこうかっこよくなったんじゃないかなと思います。先ほどのままだとこうね浮いちゃって、なんかもう本当に変な形だったんですけども、このような感じでいらない枝を落として成形するとかっこいい形に流木が変身いたします。例えばこれのレイアウトアレンジ方法としては、今これメインの流木としてこのまま中央部分に配置して、あとちょっとサイズ落として S サイズとか SS サイズあたりの黒枝流木をちょっと周りに付け足してディテールを作っていくと、もうこれで簡単に60センチ水槽の流木レイアウトが出来上がるということになります。めちゃくちゃね、簡単ですね。このような感じに、もしちょっと、あれなんか形がいまいちだなとか、あれちょっとサイズオーバーだなとか、なんか枝が多すぎてちょっと厚苦しいなとかなった場合は、このような感じで、簡単にノコギリとか糸ノコで切断していただければ、とても使い勝手のいい黒枝流木になりますので、皆様もぜひチャレンジしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。このような感じで今回は、黒枝流木をカットしてお好みのサイズ感、そしてお好みの形状にする方法を解説いたしました。でこちらの黒枝流木、やっぱり枝の量が多いんで、その点、この成形するっていうのはとても使いやすいかと思います。例えばこれがもう枝ぶりがもう全然こうねこう広がってなくて、もう棒みたいなね流木とかだと、もう加工のしようがないので、もう一発アウトですからね、そういうのだと。そういったこともありますので、もし初心者の方でものすごくこうちょっと流木選ぶのとかが苦手だなっていう方は、こちらの黒枝流木おすすめいたします。でこちらの流木につきましては、下の概要欄に各サイズごとにリンク貼っておきますので、よろしければそちらの方からチェックしてみてください。で実際にこの流木をどのようにこう使いこなしていくかにつきましては、先ほど冒頭にご説明しました通り、今60センチ水槽を立ち上げておりますので、その動画の中でこちらの黒枝流木の使い方、生かし方について詳しく解説していきますので、こうご期待ください。
で、あと流木に関するノウハウ技術につきましては過去の動画で詳しく解説しております。例えば、流木を使うときに事前にアク抜きが必要なのかとか、あと、水中の中に沈めた途端なんか白いモヤモヤのゼリー状みたいな気持ち悪い、カビのようなものが生えてきて困っているとか、こういった場合の解決動画、過去に作っておりますので、そちらの方も下の概要欄にまとめておきます。非常に流木に関するご質問多いので、過去の動画を見ていただければおおよそ解決はできるのではないかなと思います。でこれらの内容以外で、流木に関するご質問もし何かございましたら下の書き込み欄から、ご記入ください。その際、非常に多かったご質問につきましてはまた別の動画の中で回答をお出しいたします。石素材に比べると流木の場合ってね、ちょっとこう、扱いにくかったりとか、ちょっとトラブルがね、こう発生したりとかすることはあるんですけども、まあ、その分石に比べると、レイアウトの配置とか非常に簡単なので、これから水草レイアウト水槽を初めてやるという方にはまずは流木の方がレイアウトデザイン上は非常に作りやすいのではないかなと思います。で今回の情報もしお役に立ったっていう方がおられましたら、わさび水草チャンネル登録いただければ大変嬉しいです。またいいねマークでの高評価もいただければ、動画を今後作っていくモチベーションになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。では今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。